アミタン娘は、富山県高岡市の観光大使を務める PR、マスコットキャラクターである。キャラクターデザインは、同志出身のアニメーター、松原秀則。2011年、高岡市民の有志で結成された、高岡観光戦略ネットワーク、TRP が、同志出身のアニメーター、松原秀則にキャラクターデザインを依頼し、TRP の部会長が、 松原の富山県立高岡工芸高校の同級生である園からプロジェクトが始動した。2012年2月24日より高岡市美術館で開催された松原秀則原画展にて高岡市の新たなる観光大使アミタン娘が発表された。その後、西日本旅客鉄道氷見線、上花線でのラッピング車両や高岡駅南北自由通路、 万葉ロードのタペストリー、高岡七夕祭りのポスターなどに起用された。2013年3月より公募で選ばれたカノンとセシルの公式コスプレイヤーが活動を開始し、市内のイベントや全国各地の萌え、キャライベントに参加。同年から2015年まで毎年公式コスプレイヤーのコンテストが開催された。二千十三年八月、カノン役の声優に山本希望、 セシル役の声優に、女優のエリザベス・マリーが起用されることが発表された。同時に、アミタン娘の MMD モデルが発表された。また、同年には携帯電話ゲーム、パズルドラゴンズの高岡市コラボダンジョンのキャラクターにも起用された。2014年1月より2015年2月まで、富山新聞と読売新聞北陸版にて小説が2し、同時連載された。 連載終了後に PHP 研究所より単行本としてアミタン娘キトキとノベルズが発売された。同年8月からは北陸中日新聞にて4コマ漫画が連載された。2014年11月 CD アルバムアミタン娘ザファースト高岡キトキとソングスマイナスが同年12月10日に発売されることが発表された。またアミキ役の声優に 森久保翔太郎が起用されることも発表された。2015年1月15日、萌えキャラ学会の正会員となった。2018年度公式コスプレイヤー。ありがとうございます。